あれ、嘘ついてるかもわからん、僕。ちょっと待ってくださいね。あ、なんかめっちゃ嘘ついてる気する。個人タスク進みやすいって。ベンチの来たフィカンクロス3連続。よかったね。3人ぐらい登ってなかった。いやー、早いな。バッチャみんな競争してたな。みんな。はい。はい、コンセントレーションついてるんで、1位です。何だ娘やないかーい。1位で殺しました。ああ。娘か。見てください。はいはいはい、出た出た。自投票じゃないよ、これ。絶対自投票じゃん。絶対違うじゃん。インポスターじゃないっていうアピールね。よかったね。ヤスさん引かなくて。キルクル長いな。やっぱ30でも長いな。素晴らしい。ナイスファイト。ナイス。よかったよかった。もう壁開けがすげえ大変なんですけど頑張りました。いいと思います。いいと思います。ナイスです。めっちゃ僕ホバリングしてる。画面の端っこで。ホバリング。スーって。はい、また自投票だ。もう何回さんやもう。これやってんだ。先端がやってんだ多分。先端だと思うな、なんかバレた。エロちゃん、ラノースのあ、投げちゃん殺せない AK やってるとき、マフ君ありませんね。ナイスファイト。下行けしか。いやピカクロスが最後ミーティングの方までたずり着いていて、オラフ君のそばにはなかったような気がする。多分一応もう僕は停電を切る前から待機ってやろうと思ったら停電が起きて、やろうってのは切るを、あ、違う、ちょっと聞こえちょっとニュアンス間違えましたよ、ね、ちょっと、はい、悔しいですけどプレアさんは白です今回。ほんま悔しい。ふ藤宮さん見た人とかいないですか。ちょっと金とか OK 見てないかな。見てない。ナイスファイトさんどこで、あ、ごめんなさい。ちなみに高橋さん的にはアルマさんの白気はできるんですか。できますね。あ、でもこれ直近の5秒ぐらいのキルだったら無理。ラス、あ、あるプテアスさんがそうずっとついてきてたんですけど、停電の間だけちょっとだけはぐれてるんで、あ、まあ直近だったらできます。まあほぼ無理。まあやんないでしょそんな状況下で、はい、うん、ずっとプテアスさんついてきてたんで、ちょっとたまにはありかな。じゃあリスポーンから洗っていけばなんかだいたい予測できるんじゃないですか。メイン脇がアルマ、僕とだいたいエロちゃんがキッチンかな。エンジンルームがピカクロス、オラフくん。はい、合ってます。はい、あれ、スナッパイもだよ。あ、スナッパイ、エンジンかキッチンのどっちかで湧いてるはず。あ、あのね、たぶんスナッパイさんが。キッチンじゃない。確か武器庫いた？武器庫いったのは僕です。
あ、そっか。あ、僕キッチンだと思うな。あ、いや、プデアスさん、プデアスさんメイン、プデアスさんメイン、メイン。ごめん、ごめん、間違えた。俺、貨物室。自分ですよね、なんか。ごちゃぐちゃじゃないか。全然違う。あれ？プデアスさん、俺、サクレさんと一緒に小部屋入ったわ。プデアスさんキッチン。プデアスさんはメイン脇です。プデアスさんメイン脇。なんで覚えてないの？他の人が覚えてるの？僕と一緒にシャワー入ってるから、プデアスさんメイン脇です。え、じゃあ貨物か？貨物か？あ、そうだわ。シャワーだ。か、宿舎前通路かな。貨物かもしんないな。船橋さんとエロちゃんが一緒に言うの見てましたけど。一番最後っすね、でもそれ。貨物室で停電を直したのも昨夜さんで、その後ろに俺がいて、で、そのままアーカイブシャワー室って入ったら、シャワー室の入り口のところで、プテハシさんとアルマさんがいたのは見てる。貨物で藤宮さんいたわ。そうだった。貨物室いたんすか？いたいたいた。疑われちゃうからやめとこう。ドア閉めしてほしいな。プレアさん今見ました？え、あ、待って、先に。あ、どうぞ。ピカクロスから、グルタミンさんが、エレクトリカルの奥でスナパイさんをやって即レポをしました。スナパイさん、キッチンから、あ、まあいいか、最終目標。スナパイさんをやって、何？え、何？え？だから、私が、黒のグルタミンさんが、スナパイさんをキルしてリポートしてるところを見てる。ああ、見たんだ。あ、よかった、見た。それはいいですね。もし自分が人狼だとしたら、さっきのギリギリのギリのタイミングで藤宮さんのなんだっけ、リスポーン地点を言わないと思うんですけど、貨物室でいたんですけど、まあさ、そうか、でも嘘っぽくも見えるのか。酒屋さんの死体、あ、まあ一回とりあえずそれぞれの視点の話をしてほしいです。ピカクロさんとグルタミさんは、はい、うん、そうですね。どうぞ先にどうぞ。あ、停電が起きて、で、なんかピカクロスさんが右行ったり左行ったりしてたのを見えたんですよ、停電の中チラチラと。だから怪しかったんで、電気室の中でもしかしたら死んでるかもと思ってくまなく探したところ、一番上のところで死んでました。私はどちらかというと そうで、私はどちらかというとカメラを見てたんですよね。右左って言ってますけど、私はカメラを見たりとかして状況とかの確認をしていて、それで私が、エレクトリーの中よく見とこうかなと思って奥の方行ったら、ちょうどグルタミンさんがキルしてたかなって感じ。もうスナパイさんの下が倒れてたから、え、キルしたところは見てないってことですよね今。ただほぼそれですぐにリポートをしてるから、はい、ほぼグルタミンさんかなと思ってるぐらい。入るところを見てたみたいな感じですか？あ、そうだね、大体そんな感じのイメージ。スナパイさんがしかも直近で生きてることまで私確認してるから。あれですか、ピカさん視点はなんかピカさんが来たから焦ってレポートしたみたいな感じだったってことですか？というふうに見えたかなって感じ、どちらかというと。スナパイさんは議論の最初にキルしたところを見たって言ってましたよね。あ、だからほぼほぼそうっていう話かな。正しく言うと、そのセキュリティのさ、9個のマスのさ、部屋のさ、上の方にちょっとタスクが1個あって、そこでタスクをやってるスナパイさんがいるのを確認して先に行ってたんですよ。で、奥の方行って私もついてってみたら、ちょうどキルを、スナパイさんが下になっていたからキルしてると思ったって話。わかるかな？それ以外に人がいなかったわけだから。ローラーしますか？まあローラーでいいのかな。これなんかいいと思います。うわー、私からか。まあ、絶対ローラーしてもらって、はい、もう絶対ローラーされるんだよなこれ。もうさせた方がいいな。あ、多分やんない方がいいんじゃないかそれ。いつずれしなかった理論になんないかな。
やーこれ釣られなそうな気がする。おわもうちょっと怖かったですよ、めっちゃ。すいません、今最後右直したの僕なんですけど、はい、あの無限に目の前で立ってて、はい、まあまあなんでもないです、はい、直しました。直しました、右な、まあ、右直しました。グリタミンさんに2票入ったと思うんですけど、入れた方どなたですか。はい、あのロちゃんとじゃあピカさんか。え、ごめんなさい、ちょっと僕次死んだら困るので、ちょっと情報昨夜さんの下に見てて、はい、はい、僕とプテハシさんがトイレのドアを開けた時にラウンジ側に死体がありました。あ、そうなんだ。そうっす。で、多分アルマさんは絶対にやってないから、アルマさんのことは信じますわ。で、アルマ視点もプテハシさん絶対ないです。てかどアルマさんにあのね、そう、どっちかがキルしていたら、もし目を盗んでキルしていたとしても、絶対にだったら口封じに殺した方がいいんで、うん、で、それ貨物側とかで結構ご一緒になってるんで、キルクル飽きてると思います、僕らどっちがキルしていた場合って。だからここ2人はもう弾いてほしいですね。グルタミンさんとピカさんがお互い黒の石合ってるんで、どっちかに一郎で、ここがお互い白証明し合ってるんで、そこだったら僕も無理かな。グルタミンさんと、まあでもスタンパイさん死んじゃってるな。一応エレクトリカル周辺でなんか迷子になってるのを見てくれてると思うんで、はいはい何回も迷子になってた、下の方行っちゃって、まあとりあえずラウンジのドアを開けたら死体があったって感じです。だからアーカイブのドアの方に死体があったって感じです、はい、で電気室で先端がいたってことね。で、あ、そうですね、アーカイブのベントの上ら辺って言ったらいいかな。だからベントキルも結構考慮できると思います、はい、うん、これだったらあとオラフ君の話かな。どこの時系列で言ったりする。はい、その酒屋さん容疑の話かな。あそこ最終セキュリティでカメラ見てました。だったら情報とかないですか。なんかカメラ見たんが5秒ぐらいで、5秒ぐらいの時に見たんで、誰もその時に死体なかったんで、誰もいなかったんで。あ、グルタミンさん。カメラ映るうちですか、はい、スキップで。カメラ映るうちに誰もいなかったです。あ、ごめんなさい、その死体です。死体は映らないうち。はいはい、そうです、そうです。そうです。あ、違う違う。あ、すいません、ちょっと。惜しい子。見ずに押した方がいいんじゃないかな。ごめんなさい、アルマさんに聞きたいんですけど、はい、あ、ごめんなさい、もう一回言いますね。アルマさんに聞きたいんですけど、下の位置はカメラに映る、カメラに映る位置ですか。すいません、オラフに聞いてるかと思った。アーカイブのベントの上ってボタン、あ、ボタンじゃない、カメラ映る、ちょっとマップ見ないとわかんない。映りそうかも。映りじゃないですか。あ、いや、この感じだとギリギリ映んないかもしれない。いや、僕見たときは5秒しか見てなくて。アーカイブの画面は表示しましたか。全部一応ぐるーって見ました。いや、多分映んないと思います。本当にドアキワキワだったんで、はい。じゃ最終はセキュリティですね。多分エンジンかどっか空きぐらいで。通信室、武器庫、キッチン、あ、展望デッキぐらいで、セキュリティ最終位置で、あれ、嘘ついてるかもわからん、僕。ちょっと待ってくださいね。あ、なんかめっちゃ嘘ついてる気する。自白？看護師室かな？あれ？あ、もう記憶なくなってしまった。申し訳ないです。もう最終位置、セキュリティしか言えないですね。まあ、薄い情報ですけど、停電直してるのはプテハシさんです。貨物室側で多分直してると思います。あれ？僕、エンジン動いてる。あ、そうだわ。なんで覚えてないの。い他人が覚えてない。結構前じゃん。結構前じゃん。あ、そう、そうですね。まあ、酒屋さんの時の話です、ね。酒、うん、屋さんと、誰で、エロちゃんはどこにいたんでしたっけ。俺はね、ずっと金庫で苦戦してて。金庫か。そう、一回も動いてない、金庫から。で、誰も来てないとは思うんだよね。話出てないから。で、一個前の、昇降機、上で見てるやつがいたって、プテハシさん言ってたと思うんですけど、それ僕で、なんでかっていうと、
キーボードが壊れちゃったのかしれないですけど、右にしか行けなくなっちゃって今マウスで操作してるのね。だからちょっと許してほしいっす。今も頑張ってボタンなし。なるほどね、はい、まあでもアルマさんは絶対に白だし、うん、まあエロちゃんが金庫にいたんだったら僕は嘘、今なんか嘘の証言をしたみたいな話してた。オラフ君かセンタンだよ。いやー、え、僕はそれは、ちなみに、ごめん、金庫室のエロちゃんはオラフ君カメラで見てない。そうそうそう、見えて見えてなんでそうなるんですか。あ、そうなんだ。普通に行き一だと思いますよ。金庫のとこって見えなかった。てかね、この3人結構フラットな気がする。いや、僕もそう思いますよ。ここで割ともう1キル待ちたい感ありますけどね。弁当キルも全然あるんで、うん、僕エンジンルームにスポーンします、うん、とりあえず停電かな。これガチでナイスボタン。いやー、いいボタン出たな今。ごめんなさい、貨物室いた人って誰ですか。貨物室は行ってないですね。あれ、あ、行ってないです。あれ行ったかな、これ。あれ、オラフ君がなんか貨物室どうのみたいな話してなかった。あ、今ですね。今のターンです。今のターンか。ランジと貨物室の間でタスクはしてたと思います。あ、じゃあ貨物室。じゃあちょっとアーカイブ、エンジン通ってボタン押しに行きました、プレアスさんって。あ、うん。あ、じゃあ、アーカイブ、あ、昇降機が左側にあったから、アーカイブシャワー、メインホール、エンジン、宿舎前、昇降機、ミーティング。じゃあ、先端さんだと思います。おえ、アドミンを見たときに、3ついてて、僕とエロちゃんしかいなかったんですよ。お、どこですか。僕、コックピット あ, あ, あ、そうそうそう。僕、コックピット入りましたよ。え、嘘？通信室側から。いつ？どの辺いました？俺助けてた、入ったばっかのところの助けてた、ね、あれ一瞬入って、でそのままゴミの方に行ったんですけど。えあれ、それっていつの時ですか？どんくらいの時ですか？どんくらい、ちょっと時系列説明が難しいですけど、なんか最初エンジンルームで僕とセンターさんはいて、そうそうそう、センターさんすぐ行きましたよね、左に。いや多分いないと思うけどな、うん、3ついってたのを見た時に全部ドア開けてくれたよね。そうそうそう、で3ついってた時に、うん、コックピット内走り回ったんですけど、エロちゃんしかいなくて。俺も走り回ってた。ああ、そうなんだ。いや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 、僕入りましたよ。違う違う違う、ちょっと待って待って、落ち着いて落ち着いて落ち着いて欲し、落ち着いて欲しくて、僕一瞬しか入ってないから、多分その時だと思う。いや、一瞬もおかしい、3はずっとついてました。ずっと？ずっとです。僕が見てる間ずっとついてたんで。どんくらいですか、それ。5秒くらい。5秒か。つけて3あるってなって、ぐるぐるって回って、もう一回見た時まだ3ついてて、で、そのままちょっと。僕、アルマさん見てないな。あれ、エロちゃんってもしかして、コックピットのタスクのとこやってましたっけ？真ん中の入ってすぐのとこ、入ってすぐはやってたよ。あ、エロちゃん見たかも。いやでも俺その後すぐ走り回っててアルマくんがアドミン見てる時に俺走り回ってるからな。やったな、これは。やっちゃいました。そこどっか行けばよかった、忘れてた。すげえ。ナイスファイト。いや、びっくりしたもん。ジジイ、ごめん、センターさん。いや、今ので分かるのすごいな。いやー、キリ、よかったんだけどな。エロちゃん、エロちゃんボタン押して、エロちゃんボタン押してって。押せるわけねえだろ。今も勝手にこれ右行ってんだ。一緒に走って、そうそうそう。
また弁当芸かもしれない。オオカミじゃなかったですね。弁当芸うまかったですけどね、僕の。ああ、そうか、アドミンそうだな。そう、5秒後ぐらいに、あ、そうだ、見られるんだったと思って。アドミンのこと忘れた。ルマさん視点だったらあれって感じですよね。もう走り回ってましたもん、コックピット内。誰かいるのかって。アドミン強いな、やっぱ。アドミン強いですね、このマップ。運行室、まあ、先回りして、キリする準備してたら押された。2人でいたんでかかったですね、アルマさんとエロちゃんさんが。エロちゃんがめっちゃついてきてくれてたから。1人だったら、もうキルされてたんですよね。アルマくんがドア開けてくれないと俺何もできないから。いや、自分で開けてくださいよ。無理だよ。すげえな。でな、はい、めっちゃキル良かったんだけどな。じゃないのにね、忘れてた。めっちゃキル良かったのに。そう、桜屋さんのキルはマジで誰か分かんなかったです。アーカイブで僕が。僕のキルもやったんさんですけど、全然。そうで、メインホールですね、はじみやさんは。あ、そうなんだ。全然分からんかった。え、メインホール？あ、うん、そうか、メインど真ん中です。もう速攻やって、ダッシュで逃げました。すげえな。あー、びっくりした。マジホラーだった。くっそー。メインホールか。いない人間が映ってます。なるほどな。俺がキルしたときにさ、近くにグルタミさん走ってるのは見えてるよね。うん、まあ、見えてるけど来ないかなと思った。かけたところは正直ありました。ギリギリのところでやんないといけないなと思ってたんで。そしたらまさか死体探しの走りをしてるとは思わなかったんで。いや、そんなところでキルさんバレるでって思いながら、ニロかって最初は思ったけど、違うところで死体出てるってなった。アルマさん、弁当の上踏んないでしょ。もうここいるぞっつって。いやいや、もうそんな気なかったです。もう走り回ってました。あ、そうなんだ。バレてるって思ってました。煽られたと思ったのか。そう、僕はもうひたすら走り回ってでもワンチャンこれセン、あ、でもあかんか、センターさんキルし、センターさんがアルマさんキルしてエロちゃんとなすりつけ、なすりつけてもワンチャン、あ、どうだったんだろう。ヤロラで終わりっすね。あ、そっか、5人なんで。あれ4人だから 5ですね。あれ、え、5で僕キルしたら4になります。あ、あ、ワンチャンあるか。ワンチャンありますよね。あ、そうか。ボタンもう使っちゃってたんで。あ、そうか。はい。ワンチャンあります。出て殺せばよかったか。あ、そっかそっかそっか。5だと思ってた。クルーメイトがボタン消費するマップなんで、ボタンの攻撃を覚えとくのも結構重要かもですね。そう、ワンチャン。めっちゃ怖かったし。あ、そっか。はい。割と僕、エルちゃんさんも使ってたんで。全員フラットしてました。3人ともなんか、ウキウキ。僕は誰かわかんなかった。そう。かなるほどな。ほんで僕のカメラ情報だったらエロちゃんさん映ってなかったんで、金庫が勝手にエロちゃんは真っ白なもんだと思ってオラフ君先端どっちかなと思って。あいや、ナイスです。ナイスです。ナイスファイト。